バレットガールズファンタジア。古き時代、漆黒竜ミドガルドの地に舞い降りて、灼熱の炎とともに災厄を撒き散らす。聖竜の加護を授かりしエルフの英雄と、その異邦の盟友、異界の門を開き、沿岸のヘルヘイムに漆黒竜を封じる。ここはとある県内にある私立三崎森学園。設立149年目を迎える勇者正しきお嬢様校なんだよ。校訓は自教不足、自ら努め励んでやまないこと。この学園には選手防衛に関する部活動があって、生徒は必ずどこかの部に所属するっていう校則があるんだよ。その選手防衛に関する部活動の一つが私の所属するレンジャー部。部員数は8人と少ないけど、全国トップクラスの実力で他校の目標になっちゃうくらいすごいところなんだから。今は学園名物、血と汗と涙の部活対抗体育祭に向けて猛特訓中。年に一度の体育祭、もう気合が入りまくりだよ。レンジャー部顧問星川芽衣香さんが体育祭のために用意した特別演習、一体どんな演習なんだろう。いよいよ体育祭に向けての特別演習が始まるのね。うちの期待の新人はどんな活躍をしてくれるのかしら。この人は土井内舞さん。3年生の我らが私立三崎森学園レンジャー部の部長なんだよ。頭脳明晰で運動神経もよくって、体育祭クイーンの常連。とってもセクシーで大人の雰囲気を醸し出していて、しかも勇者ある名家のお嬢様なんてすごすぎるよ。三崎森クイーン3連覇は間違いなしだよね。体育祭の選手宣誓か、すごい大役だよな。よし、レンジャー部の名に恥じないよう決めてやるかな。この人は3年生の早乙女亜希さん。レンジャー部では副部長を務めているんだよ。校外業務が多い舞部長に代わってレンジャー部をまとめている。普段は落ち着いている副部長なんだけど、選手宣誓を任されたみたいで、いつも以上に気合が入ってるみたい。体育祭、一見遊びのように見えるが、騎馬戦のように実戦に近い競技もある。戦略戦術ともに鍛錬を積まなければな。この人は2年生の上城みなぎさん。個性的かつ高い能力で全国的にも一目置かれる2年生の4人組、通称三崎森の4弾丸の一人なんです。冷静沈着、凛とした佇まいで、言葉遣いもまるで武士みたい。すごい兵法を考えちゃうところはまさに三崎森の4弾丸の将。みなぎさんは宮本武蔵がその流派蒼天一流の継承者なんだけど、いつも持ってる模擬刀を騎馬戦で使っちゃわないか心配だよ。ふにゃー、ただの菓子パンじゃやる気出ないよ。体育祭はもう寝て過ごすしかないかも。パン食い競争のパンに文句を言っているこの人は天峰咲さん。2年生で三崎森の4弾丸の一人なんです。携帯食がおかしってくらい甘いもの好きで、かつ疲れることが大嫌いなサボりの常習犯。咲さんを体育祭に参加させるためには、パン食い競争のパンをドーナツとかマカロンに変えないとダメかも。今回の体育祭もサポーターに徹したいところね。でも二人三脚とか騎馬戦は密着できていいかも。合法的にモミケーションもできそうだから参加してあげてもいいわ。この人は2年生の高梨月代さん。三崎森の4弾丸の一人で優秀なスナイパーなんだよ。忍者みたいに部員の背後に忍び寄り、
乙女の体を触るその技の名はコミケーション。部員だけでなく学園内の全生徒に恐れられているの。月夜さんとはあまり密着する競技はしたくないな。ふふふ、どんな競技も任せておくのだ、このエースアタッカーである私に。この人は岸野レミさん、2年生で三崎森の四段岩最後の一人、なんと次期部長候補でもあるんだよ。豊富な運動量で戦場を駆け回るレンジャー部のムードメーカー。きっとリレーや障害物競争で大活躍するんだろうな。レミさんの学園内での挨拶はバレットニャールズだよ。その時はもちろんハイタッチも忘れずにね。まさか私がチアガールになるなんて、はあ、なんだか恥ずかしいです。彼女は金園ゆりなちゃん、エルダ学園からの転校生で夏季合宿から仲間になったんだよ。おっとりした雰囲気でとってもほがらかなんだけど、いざという時にすごく頼れる同級生。お菓子や料理を作るのがとっても上手で、レンジャー部の演習の合間に美味しいものを用意してくれる。転校してきたわけだから体育祭はもちろん初参加なのに、チアガールに抜擢されちゃうプロポーション、羨ましいな。そして私、日野本彩、レンジャー部1年生。救護部に入るつもりが入部届を出し間違って入っちゃったけれど、レンジャー部での活動はとっても楽しい。さきさんは別として、みんな体育祭を楽しみにしてるんだね。よーし、私も負けてられないぞ。初等部中等部時代は救護部に所属してたから、体育祭の競技の方は実は初参加なの。でもゆりなちゃんとペアで三崎森の両翼と呼ばれるように頑張るって決めたもん。体育祭だろうと厳しい演習だろうと何でも来い。レンジャー部の一員として恥ずかしくないよう体育祭に向けて精一杯頑張るぞ。でもミスとかしないか、さすがにちょっと緊張してきたかも。ほら、アヤ、もたもたするな、ヘリに狙われるぞ、走れ。敵装甲車にも注意して、油断は禁物よ。すみません。烈火の弾丸と名乗っているからにはこれくらい踏ん張らないとな、日の本。早く早く、おやつの時間が遅くなっちゃう。さすが血と汗と涙の体育祭用の演習。つらい。ああ、もう私はサポート要員なんだから、戦闘要員としては頑張りたくないんだけどな、もう。いや、この私が全て蹴散らしてやるぞい。みんな、私に続くのだ。では、あやちゃん、お先に失礼しますね。みんな、やっぱりすごい。私も、もっと頑張らないと。よーし、行くぞ。あ、今回の演習はすごい力が入ってるのだ。バカな、こんな現象は見たことがないぞ。ふにゅー、これはまさか異世界への扉が開いてスイーツガールズ出動なの？そんなわけないでしょ。とにかく距離を取った方が良さそうね。これが三崎森の体育祭用の演習なのですか？一体何がどうなっているんです？何か嫌な予感がする。みんな、この場から退避。
早くこっちに来るんだ。